日本九州地方福岡県福岡市博多区、東公園東公園は、福岡県福岡市博多区にある公園及び地名。福岡市博多区の町名の一つ。郵便番号は812-0045、千代、吉塚本町、東区前田市と接する。福岡県庁、福岡県議会、福岡県警察本部、東公園、福岡市民体育館。 千代小学校といった公共施設等が大半を占める。吉塚駅西側を南北に走る、病研通りに面して住宅や店舗が並ぶ。なお、福岡国税局博多税務所の住所は東公園ではなく東区前田市である。敷地面積はおよそ7万平方メートル。公園中心の高みには亀山城構造が立ち、その周囲には県下の梅や 県木の筒子などの樹木や流水を排した日本風公園として市民県民の憩いの場所となる。住所は大半は博多区東公園になるが一部は博多区千代や東区前出市となる。かつて千代の松原の一部であったのを1873年の大乗館布告に基づいて1876年に公園地とした。 福岡県内最初の県立公園である。それより、前の1868年には、旧福岡藩主、黒田長近によって将婚者が、妙県、前田氏の地に創建されている。当初は、東松原公園の名称であったが、1900年に、東公園と改めるとともに、県の管理となった。その後、公園周辺の開発により、白社聖章の景観は失われるが、 変わって1910年、川上とじ次郎によって洋風劇場の博多座が建てられた。また1933年には福岡市動物園が開園したが、これは太平洋戦争の戦局悪化により1944年に平園、戦後の動物園再建では南公園へ移転した。1981年には公園北側に県庁舎が移転。 運動施設は移転。日蓮成人銅像。ありがとうございます。